はい、ご視聴ありがとうございます。薬剤の花蔵です。今日はご予約について注意事項です。リアク屋のレゼルバの方ですね。で、ご予約の申請をしていただくと、仮予約受付完了っていう画面になります。仮予約のためご予約はまだ確定しておりません。別途予約確認後に予約確定もしくは付加メールが届きますので必ずご確認くださいっていう風に画面が出ております。さらにですね、自動送信メールで予約申し込みを受け付けましたっていうメールが来まして、まだ予約は確定されていません、予約が確定次第改めてメールをお送りしますという風に出て、ほとんどの方はそれでご理解いただいて対応していただいてるんですけれども、今までにお二人ですね、付加のメールをご覧になっていなくてご自身で申請をされた日時ですねに来店してされてしまうっていうことがあったんですよ。予約が取れたっておっしゃるんでメールを見せてくださいって言うと、メールは消しちゃったとか、よく見てないみたいなことだったので、改めて当店は承認制で、申請を出した時点では予約は確定しておりませんということを申し上げます。今後ね、トラブルを避けるためにですね、シンプルアンケートのところで、予約に関する注意事項は読んでいただけましたかっていうような項目を作って、ブログですとかね、動画ですとかでお伝えして、そちらを理解した上で予約に進んでいただくっていう風にすることにいたしまして、こうして動画を撮っております。営業時間中ずっといるわけではありませんので、予約の時間に合わせて店に行ったり家に帰ったりみたいなこともしてますので、来たのにいないなんていう風になってしまうこともあると思います。予約を取られてない方の場合、予約を申し込みをされてすぐにはお答えできません。他の方も検討をしますし調整もありますので、いずれにしてもメールが届きます。少し半日後だったり1日2日後だったり、遅くても2日以内にはお出しするように、48時間以内で合否のねご連絡をさせていただくようにはしておりますが、メールが来なかったりとかがあればですね、改めて、私の方にメールをいただくっていう形でよろしくお願いいたします。電話には基本対応しておりませんので、本当に緊急連絡用で残してあるぐらいですね。駅店なんかでも表示してるんですけど、非表示にするっていうことができないので、載せてはおりますが、とっても取りきれないというか、いろんな電話が来てしまうので基本的にはお電話は取っておりません。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。 See you.